ひまわり族は、菊くの属の一つである。ラテン語で文字通り、太陽の花を意味する。現在67種が知られているが、すべて北アメリカの原産である。一年生植物、または、比較的短命な多年生植物。総本としては大柄で、60から350センチメートルに達するものもある。直立性で、茎は分子しないものと、上の型でよく分子するものがある。 葉は、下の方は耐性、上の方では個性し、通常荒毛が生えており、差しのあるものもある。花も大きく、直径が30センチメートルになるものもある。絶状花は黄色、環状花は黄色、オレンジ色、褐色などのものが多いが、幸い品種には、絶状花が赤、カバ色、茶色、白に近いクリーム色などのものがある。ひまわりは、種子を食用にしたり、 種子から食用油を採用するために、北米先住民によって栽培化されたが、旧大陸では食用作物としてだけではなく、夏季としても親しまれ、近年観賞植物としての改良が目覚ましい。菊芋は地下茎を食用にするために栽培される。ヒメひまわりなど園芸植物として栽培されている種が、他にもいくつかある。 ヒマワリ族とは別族のヒマワリモドキ族ヘリオプシスのヒマワリモドキ、キクイモモドキなどの植物がヒメヒマワリあるいは出根ヒマワリの名前で売られていることがある。ヒーリアンソスペティアラリスヤナギバヒマワリヒーリアンソスサリシフォーリアスキクイモヒーリアンソストゥーバーソス。ありがとうございます。